異なる溶媒に溶けた、ライハルト線量、ソルバトクロミズムは、溶媒の極性の変化によって、その化学物質の、色調が変化する現象のことである。溶媒の極性の増加によって、負の溶媒は発色は浅いロシフトし、正の溶媒は発色は深いロシフトする。ソルバトクロミズムの兆候は、規定状態と冷気状態間の線量分子の、双極子モーメントの違いに依存する。 ソルバトクロミック効果、またはソルバトクロミックシフトは、溶媒曲線と共に吸収、発光スペクトルの強い依存を示す。発色弾の規定状態と冷気状態の曲線が異なるので、溶媒曲線の変化は異なる。規定、冷気状態の安定化を導き、電子状態のエネルギーギャップが変化する。その結果、吸収スペクトルの位置、強度、そして形状の変化は、 溶質と溶媒分子の間の特異性相互作用の直接的な測定をすることができる。スペクトル体の変化が可視光の波長域で起こると、それが色の変化として観察される。フランク・コンドンの原理のため、その霊気状態の溶媒シェルは霊気状態分子との平行にはない。実際には、規定状態温体の電解導線位は吸収スペクトルにおいて、 最大の変化を与えるため、溶媒極性の計測に役立っている。正のソルバトクロミズムの例、4、4ビスフクソンは、非極性のトルエン中では大々色、やや極性のあるアセトン中では赤色、極性の大きいメタノール中では、赤紫色を示す。負のソルバトクロミズムの例、2エメチルキノリニウムベタインは、非極性のクロロホルム中では青色、 極性のある水中では血液色を示す。また、溶化 4N メチルピリジニウムは N、ブタノール中では紫色、1プロパノール中では赤色、メタノール中では大色、水中では黄色を示す。ソルバトクロミズムの要点は溶液の色を予測できることにある。この理論を用いて、センサーや分子エレクトロニクスで分子スイッチを作ることができる。ソルバトクロミックな染料は、 溶解現象の説明や適切な溶媒の選択に必要な溶媒パラメーターを測るときに用いられる。ソルバトクロミズムはカーボンナノチューブを使って爆発物を検知する際に有効である。ソルバトクロミズムによって爆発物の微粒子にさらされたカーボンナノチューブは異なる。周波数の光を放出するため直感的かつ簡便な爆発物の検知に用いられる。 ありがとうございます。